田さんねこの YouTube チャンネルもともとねアイドルさんを撮影してたチャンネルだったんですよねそれがすぐにビジネスになって今に至るわけですけども、うん、なんかねその自分の動画が全部なくなるのって本当にこうガクッときますね、うん、あのもう再現不可能な動画だったりまあ自分で見直すことは別にないんですけどもね、まあ、けどその全ての即果塾のコンテンツはこの一つのチャンネルに集約されてますんで まあ、このチャンネルが赤番食らうってことはそっか塾でも大混乱が起きるかなっていうところでございます、まあ、逆に大混乱起きずにあなくなったの知らなかった気づかなかったってことだったらまた悲しいんですけどね、まあ、でもそういったことをリスクヘッジする上でも、まあ、今後はですね、えー、YouTube チャンネルに依存しないような形を取っていかないとなっていうふうには思ってますね、うん、最近はそのガーシーっていうね元国会議員の方があのいろんなアカウントを永久的に排除されたりとか で迂回していたとされるこのお知り合いの方のチャンネルもどんどん制限を受けたりとかね、うん、なんかその発言にはすごくこうストップがかかることが多いなと本当に力ないこんな非力な私でもね発信を制限されるってのは一体どういうことなんだろうと思っちゃいますけどもまあでも言論が民主化されたっていうかねどんな人にも発信する権利が与えられたってことは発信に対する ペナルティも平等にこう、うん、伝えられてきたのかなってとこかなと。さまざ、あ、ま考えるところがありますね、うん。いやでもね、YouTube ね、あの、チャンネル登録をすると、このアルゴリズムで誰のおすすめ動画が出てくるのかってことが変わってくるんですよね。私あの、最生数の少ない人のチャンネル結構登録してるんで、熟成さんを中心に。そうするとね、うん、なんか、すごくね、 ミニマムなチャンネルの紹介とかも来て、案外それが面白いんですよ。ニッチーなチャンネル。あ、誰も気づかないだろう、なみたいなね。チャンネル登録15人とかね。で、私にはすごく刺さるやつがあるんですよ。まあそういったものもね、本当ありがたいなと思ってますね。あんまりだから、チャンネル登録者が増えると、私に対しておすすめに出てこないチャンネルも結構あるんだろうなと思いますね。まあ、いってらっしゃい。